夢ラジオ第5618回、今日は令和6年7月7日七夕ですね。暑い一日始まりました。今日も窓も玄関も開け放していますね。夏風が吹き抜けていきますよ。さて夢ラジオ、今回は2024年都知事選、今日が投票日、こんなタイトルです。私は神奈川県民ですから当然投票もできないんですけど、今回の都知事選っていうのは割と注目して、でこの夢ラジオでも結構取り上げましたね。もちろん最初から6月20日の最初からもう小池さんが当選っていうのは決まってたんですけど、けれどこの都知事選の流れの中で、この都知事選がなかったら見えなかっただろうものも、ね、都知事選がなかったら見えなかっただろうものも割とはっきり見えてくるような、そういうことが多かったですね。それは私だけでなくリスナーの皆さんもそれぞれ都民であるないにかかわらずそんな印象をお持ちなんじゃないでしょうか。例えば蓮舫さん、もう立憲民主党そっちのけで日本共産党が応援してましたね。新聞赤旗も読みましたが、もうまるで共産党から出てるあの候補者のように、新聞赤旗には蓮舫さん推しの写真と記事が出ていました。またこの前の東京15区補選で受かった酒井さんでしたか、なんかまだ若い感じの女性、あの人もだから日本共産党の選挙カーに乗って蓮舫さんと一緒になんか演説やってましたね。ただこういうことだったんですね。立憲民主党はもう日本共産党とひっつかないと持たない。党執行部、立憲民主党の執行部はなんか今回の蓮舫さんの出馬についてどことなく否定的で、で泉代表も党として応援するかどうか分かんないみたいな意味不明なことを言ってましたけど、もうそんなのそっちのけで日本共産党がもう組織上げて頑張るぞと、そうすると選挙協力はやってくれる、投票希望で行ってくれる、身近な人に呼びかけてくれるっていうんで、そら蓮舫さんはもう日本共産党に大感謝ですよ。それはそれは蓮舫だけでなく15区補選の酒井さんも、なんであそこにいるかというと助けてもらったからですよ。日本共産党の組織票があったから受かったから受かったんですよね。そうすると前も指摘しておきましたけど、立民と共産がひっついたら共産主導になっちゃうんですよ。たとえ立民の方が人数が多くてもね。だからこの傾向がこれから強まるんじゃないかと思われます。じゃあ日本共産党の声が立民党を押しのけて、けど立民党を飲み込みながらというべきか、大きくなっていくってことですね、共産党の声がね。蓮舫さん150万はいかないだろう、ただ100万を切ることもないだろう、これが夢ラジオの見立てですね。で小池さんはもう300超えて350と言ってましたけど、ここに来てやっぱり小池さんはちょっとアンチな動きが非常に目立ってきて、ちょっと300取れるかどうか、そんなに蓮舫さんの給水を許すみたいな風にはならないと思うんですよ。もうぶっちぎりで当選となりそうなんですけど、小池さんが300いくかどうかちょっと微妙になってきましたね、選挙戦の流れにおいては。私は当初350万小池さん行くぞと、だから蓮舫に対してダブルスコアだというこういう感じで言ってたんですけど、あと石丸候補、石丸さんについてはなんか注目度高かった割には、そして夢ラジオでもね、最初石丸推しだったんですけど、なんかあんまりメッセージが伝わってこなくて、東京を変えようというそのねスローガンはよく分かったんですけど、それ以外石丸さんに何があったっけという、ちょっとそういう感じがしますね。
100万はいかないでしょう。石丸さんは80ぐらいじゃないでしょうか。うまくいってもね。残りの人はもうちょっと泡沫候補扱いになってしまいますから、いちいちあの人この人っていうのはやめておきましょう。結局小池都政が3期続くと、で小池さん今70歳超えてらっしゃるってことで、小池さんが出るのも今回が最後じゃないかと。でもし次お出になってももう都知事以外の選択肢はない、つまりまた衆議院議員に戻って自民党でね多数派を取ってで首相を目指す、こういう可能性はもう小池さんにはない。でしかもあの虚しいといえば虚しいんですけど、公約なんかどっちでももう良くなってるわけですよね。誰の話を聞くにしてもどうせ実行しないやんっていう、そういうことで、都知事が公約実行しなくても都政は回っていくし、日本の政治も回っていくし、じゃあ結局この選挙ってお祭りなわけっていう、そういうちょっと虚しい感じがしてきますよね。で確かにこれはお祭りで、なんかそれなりに面白いからみんなわーっと集まるんだけど、もう選挙が終わったら誰が何言ってたかなんかもう忘れちゃって興味ないっていう。でそれが分かってるから候補者も言いたいだけね、言いたいだけ言ってあと知らないっていう、実行もしないっていう、そういうことなんでしょうね。ちょっと虚しいです。今日は投票日です。都民の方は選挙に行きましょう。あるいは期日前投票を済まされた方ももういらっしゃるかもしれませんね。投票率が55あるいは60に迫るような感じになってくればいいなと思うのですが、どうなんでしょうか。都民の関心ってちょっと投票率は読めないですよね。どれぐらいになるかは。今晩8時から開票で、もうすぐ小池当選というふうになるんですが、実際の票がどれぐらいになるかはリスナーの皆さんと一緒に今日から明日にかけて見ていきたいと思います。